最初に、今の郷野さんからご紹介になったの統合データベースセンターで提供しているオレキューというサービスなので、その、紹介からさせていただきたいと思います。でこれをまず、デモという形で行いたいと思います。でその最初に、まず統合テレビからどうやって使い方を見ていくかというところも一緒に合わせてやってしまうと思います。でここでさっきのこの iTunes が立ち上がっているわけですね。でここに統合 TV というのを入れるわけです。でここでリターンと押すとこう検索が始まってここに出てくるという感じです。でこう矢印を押すとこんな感じ。もうあとはあのコンテンツが見えるので自分の興味があるのはそのまま、探して使い方をその場で見ることができる。でこの中にこのオレビューっていうのが入ってますので、ここをクリックすると、こんな感じで、解説が始まります。で、まあ、これをずっと見ていただいてもいいんですけど、まあ、時間もそんなないので、これは口で喋ってご説明します。でこれ何してるかっていうと、そのまあ、これから後で説明もしますけども、このメドライン、パブメドっていうあの文献を検索する、サイトがありますけど、そこの中にメドラインっていうその、ライフサイエンスの分野のペアレビューされた文献、まあ、プロシーディングスですとか、あとはネイチャーサイエンスみたいな論文 の, あのアブストラクトとか、まあ、タイトルとか、著者名とか、それに対応する、キーワードみたいなのが全部入ってるわけですね。でそれがあの大量に入っていて、でその中に、特にそういうデータベースとか、ツールを、開発したり、提供して、で論文に投稿して採択された場合は、そのアブストラクトの中にそのデータベースへの URL が入ったりすることが多いわけです。なのでそこに着目して、その URL というのをとりあえずもう一切合切全部持ってきてるわけです。あのでローカルに置いて、で それに対してそのタイトルとか著者名とかアブストラクトの中のキーワードっていうのを抽出してインデックスとしてあの作品という形で持っているんですね。でそれを検索すると、自分の興味のある、ライフサイエンスに関するキーワードに特に、関連していると思われるデータベースとかツールの URL が一覧で出てくる、そういうようなシステムです。で今あのパウメドラインを対象にと言いましたけども、メドラインだけではなくて、今はその先ほど簡単に言いましたの郷野さんから紹介があったパウメドセントラルという、オンラインジャーナルのフルペーパーあのデポジトリという形でデータベースに保存しているところがあるんですけど、そういうところからもあの抽出してますので、仮にタイトルやアブストラクトの中に URL が入ってなくても、本部の中でここの URL に私たちが作った、ツールがありますみたいなことが書いてあれば、それも引っかかるようにしています。でそれを使う方法として、これがそのホームページです。これはあの、皆さんにお渡ししたあの紙の裏に書いてある、URL に行くのと今ちょっと変わっていて、これがあの今度の4月ぐらいに新しくリリースするバージョンになってますので、ちょっと変わってますが、まあ、こんな感じです。で普通にクエリっていうところに、まあ、Google とかと同じように自分の興味のある、文字列を入れていただいて、であとサブミットってやると検索を開始して返してくれます。でそういう絞り込みが割と簡単にできるようにするために用意しているのがこのよくあるタグクラウドってやつで、これはあの最初に一つキーワードを入れて検索をかけたときに、どんなあのキーワードがその対象の中にあったかっていうのをこの文字の大きさで表現してますので、あのこの中で、まあ、特にあの僕はその中でも僕が興味があるかとピックしていただいて、さらにあのさっきの、検索の後でここでサブミットってしていただくと、あの文字が入っているものだけを絞り込んだりすることができますので、まず最初にとりあえず何か浮かんだものを入れていただいて、でその結果としてどんなものがヒットしたかっていうのをあのタグクラウドっていうところで判断していただいて、あじゃあちょっとここの中で特にこれに実は興味があったんだなと思ったら、そこだけをクリックして絞り込んでいただくようなことをしていただくと、結構 近道に自分の欲しいものが見つかると思います。なんであのこれが4月頃に出てますので、ちょっと何が変わったかっていうところを言わなくて変です。今のバージョンでもその今タグクラウドは出てるんですが、今度何ができるようになるかっていうと、まあ、ユーザー登録していただくと、ここにこうあの YouTube とかと同じように自分 の, あのこのツールに対する思いとか評価っていうものができるようになります。でここで、あこのツールはすごい良かったなと思ったら、この5つ星とかしていただいて、でさらに
なんかここにはこんなものがいいんですよみたいなコメントを入れるとか、そういうことができるようになります。これは今あの現場の皆さんの裏に先ほどお配りした紙のこの URL をアクセスしてもその機能はついてないんですけども、これは4月以降できるようになりますので、お楽しみにしていてください。統合定理からオレフィルの使い方の方法と今度オレフィルがどのようになるかということをご説明させていただきました。でこれからあとテキストマイニングといった話についての簡単なイントロダクションをさせていただきたいと思います。で、まあ、文献の話です。背景から説明させていただきたいと思います。で、まあ、生命科学分野の研究というのはどんどん進展していることは皆さんもよくご承知だとは思うんですけども、これをまあこの文献の数という観点からちょっとこれ見ているわけです。で、先ほどから何度も出ているパブメド、このライフサイエンス分野の文献を検索するシステム、この検索するシステムの中に、収められている文献の数っていうのがどういうふうに増えてきたかっていうのをここに書いてあります。で、まあ、見ると、まあ、1995年頃からここに65、まあ、0に近かった、この一つ一つは100万の単位なんで、100万のレベルから言うとほぼなかったのがどんどんこう70年代から増え始めると、でいくと2004年にはもう1200万の件を超えています。でさらに最近はどうなっているかっていうのをここに書きました。で、まあ、ほぼ1年前の1月29日には168万件あったんですけども、それがまあ去年の6月にはこれだけ29万件増えて、さらにまあ昨日の時点で1700万件にまでいってます。ということで約1年で90万件も増えてるわけです。でそういう状況がありますので、まあ、パブメドっていう検索システムはすごいよくできてるんですけども、ちょっと自分の興味はもうちょっと入れただけで一番最初に自分が欲しいものがすぐポコって出てくるようなことはなかなか起きないということで、まあ、必要な文献の取得が困難になってますよということです。で、まあ、目的の文献を網羅的に取得することも難しいですし、取得された文献、まあ、例えば仮に自分の本当に欲しいっていうキーワードがあって、よくヒットするキーワードを見つけてで検索しても、それが例えば500件とか1000件出てきちゃった場合にそれを全部読むっていうのもなかなか、まあ、簡単なことではない。で、まあ、その例として例えば先ほどメダカの話が出てましたけど、メダカってこう一言ここでタブメドに入れると今は1362件ヒットします。まあそれですごい数が多いわけなんですね。でそれだけでまあは、まあ、全部読むのはなかなか難しい。でこのパブメドのサーチの仕方で、まあ、ご存知の方はいるかもしれないですけど、このディテールっていうのをクリックすると何が出てくるかっていうと、ここにメダカってやったときに実際のパブメドの中ではどういうふうな検索が行われているかということがわかります。でここを見ると、まあ、実際のメダカっていうことだけじゃなくて、このメダカの学名とかも自動的にクエリを拡張するっていうんですけど、クエリエクスパンジョンっていいますがされて、でメダカって書いてない論文であってもそのメダカの学名が書いてある論文も全部ヒットするようになっています。でそういった形で、まあ、1362件ヒットしているわけです。でなわけで、まあそのメダカについてより詳しくいろんな自分で研究している人とかは、まあ、どんどん絞り込む単語とかも上がると思うんですけども、まあ、それを、まあ、あまりまだよく分かんない人が、自分の欲しいものを的確にクエリをどんどん足しながら見つけていくっていうのはそう簡単なことではないわけです。で例えばここにあるこの長ったらしい、クエリは何かっていうと、まあ、私はライフサイエンス のテキスト処理に関する研究に興味を持ってますので、テキスト処理に関する論文を的確に見つけたいなと思ってちょこちょことメンテしてて出来上がったクエリがこんな感じになっていますので、まあ、こういうふうなものを最初からすぐに作ることはできないわけです。なので、まあ、それに対して、まあ、これはこれで一つ大切なパブメドというような検索システムなんですけど、まあ、それよりもまあ他にいろいろとテキストを処理しながら自分の必要な情報というのをいろいろ効率的に取りたいというような欲求に対する研究がいろいろなされています。でそれで今実際にこんなことが行われているよっていう例なんですけども、例えば実験データの解釈支援ということで、文献に絡めてここに書いてあるんですけども、瀬瀬さんとかからも話がありましたように、データマイニング等を使ってマイクロアレイの結果とかいろんな、ライフサイエンスに関するデータっていうのを分析からデータそのものに対して知識を抽出する方法がいくつかありますが、それに対して文献の観点から言うと、そのデータに対して文献ではどういうことが書いているかということを比
械を使って見つけ出して、まあ、ある程度自動的に注釈をつけましょうとか、そういったことをしているという意味で実験データの解釈診ということが行われています。で、他にあと文献情報や効率的なアクセス支援ということで、まあ、最初の文献検索、これはパウメロですけど、それだけではなくて、まあ、図表、あのフルペーパーの中に、実験データをの、あの、まあ、ゲルの写真とかよく載ってますけども、そういったものを検索するシステムですとか、あとそれから、論文中に、まあ、ある遺伝子と遺伝子が、まあ、インタラクションするみたいなのが書いてある場合は、そのインタラクションする情報を抽出するみたいな、そういう、研究もなされています。まあ、その他に、行われているものとして文献情報を俯瞰するっていうのがありまして、これは何かというと、先ほどあの簡単にご紹介したようなメダカっていうのを入れたときに、まあ、メダカに関する文献の数がすごい多いので、実際そのじゃあその中にどんなあの文献が実際に書いてあるのかっていうのを簡単に俯瞰したいというときに、まあ、クラスタリングとか可視化みたいなことを行って、すぐに、次にあのどういった単語を入れれば絞り込みができるかと、まあ、先ほどオレフィルのときに簡単にご紹介したようなああいうタグクラウドっていうのも一つの方法だと思うんですけども、ああいう形にしてある程度まとまったテキストデータの中にどんなことが書いてあるかということを、まあ、効率的に簡単に分かりやすく説明するみたいなことをする研究というのもなされています。で、その他にあとテキストマイニングと言われている、技術があります。で、これは、まあ、データマイニングという説明が、先生さんからありましたけども、それと対応していて、まあ、テキストの中に書いてあるデータ、たくさんあるんですけども、ちょっと一見人間が見ただけではわからないけれども、まあ、計算機の力を使って、まあ、その中で実はこういう関係があるんじゃないのみたいなことを提案する、そういったことをする、まあ、計算機を用いた生物学的な発見を目指しているものをテキストマイニングと呼びます。で、まあ、これを仮説生成とも呼ばれています。で、これから説明するこう全体像なんですけど、大体ここの分野で行われているのは、まず情報検索ということで、まあ、Google とか PubMed みたいな形で、大量にある文献からある程度絞り込みを行って、その次に固有名抽出と情報抽出というのが行われます。これは何をしているかっていうと、まあ、固有名抽出というのは、その分野で特に重要なタームである、例えば遺伝子名ですとか、タンパク質、あるいは疾患名みたいなものをテキストの中から機械を使って見つけ出すということを行います。で、その次にこの情報抽出が、まあ、何をしているかっていうと、基本的にはそういうこの固有名抽出で行われた遺伝子名とか疾患名っていうのがどういった関係にあるかっていうものを見つけ出す、そういうことをするのが情報抽出です。で、そういったことが終わった後に、まあ、テキストマイニングということを行って、で、さらにテキスト以外の、まあ、発言データとかそういったものを使いながら、最終的に自分が一番興味のある生物学的な現象というものをあの理解しよう、そういう方向性でこの矢印が書いてあります。で、まあ、あの皆さんよくご存知だと、あ、すぐに想像つくとは思うんですけども、まあ、こっちからこっちに向かってだんだんこの、必要とされる生物学的な知識というものが必要になってきます。ということで、まあ、どんどんこっちの方に行くに従って、まあ、情報系の知識と、まあ、生物学的な知識の両方をまず使って、研究を進めていく必要があるということをここで、示しています。で、これがこの2つについて簡単にご説明します。で、例えばこういう文章があったとします。まあ、この BCL2 が、この T53 のアクティベーションに、まあ、大きく平たく言うとそれにつながっているというこの BCL2 と T53 という2つのものの関係がこの、センテンス文章に書かれていることが分かると思いますけども、これを機械を使って、行うにはどういった必要があるかということを説明します。で、こういうふうに、まあ、ここに今の文章があります。で、この文章がどういうふうに機械を使ってこれから、解析されていくかということを、簡単に解説をいたします。で、これを、まあ、自然言語処理技術なんて呼ばれていますが、まあ、最近この先ほど簡単に説明した固有名抽出ということを行って、遺伝子名とかタンパク質名というのをこのセンテンスの中のどこにあるかというものを見つけ出します。それは、まずこのセンテンスの中のどこの部分が遺伝子名かということを分かるということだけではなくて、さらにその遺伝子名が例えばアンドレジーンというところの ID の何に当たるかというところも見つけなくてはいけないという2つの処理があります。
なので、最初はまずこのセンテンスの中のどこが遺伝子名やタンパク質名かということを見つけるということを行う。これはこれでまた難しいんですが、そのさらに次にこの前後の関係とかいろいろ見ながら、その例らの遺伝子名、タンパク質名は具体的な遺伝子の何を指しているかということを同定する2つの処理があります。こっちはこっちの固有名を抽出するという作業の向きを示していて、でこっちは、それぞれのいわゆる自然言語処理と言われているセンテンスを機械的に処理して、どれが名詞でどれが動詞ということを見つけたりとか、さらにその間にどこが名詞になって、どこが主語になっているとか、で就職しているのはどこにかかるかみたいなことを全部処理していくということがこういう作業として行われています。で、まずこっちはそういう感じで、固有名はまず抽出するということを行って、でさらにこっちでそういうセンテンスを文法を規則に従うような形で解析することで、こっちの BCL2 と P53 がどういう関係にあるのかということをこっちの情報から掴むということを機械的に行います。難しいのはまずここのこれが BCL2 が本当に 何の遺伝子を指しているかということなんですね。でこれを普通に、やるとこれだけアントレジンの中で出てきてしまって、この文章がそもそもこのどの生物種について書いているかということをちゃんと知らないといけませんよと。なのでこういう表記の曖昧性といいまして、で、こんなさらにちょっと難しい字が並んでますけど、この表記の曖昧性の中にはこういったことがあるということを書いてあります。でこの中で、今のそのセンテンスをどこまで解釈しているかという話をしましたけども、というのを形から意味を取りまして、簡単にこう説明しますと、こういう計算機のコンピューターというのは、その名の通りに超高速に、すごい律儀にこう計算をするだけの機械なんですね。なので、いかにその翻訳とか何かしら見てるような作業をしているといっても、実際にその計算機が中でそれを理解するかどうかというのは分からない。でも、特に情報系の人間としては何をしたいかというと、ここに書いてある通りに、いかにその命令を巧みにこう合わせることで、いかにも人が見ていると、このコンピューターは自分の言いたいことが分かっているとか、すごい知的な作業をしているんだなというのを見せたいわけです。ということを、日夜頭を絞りながらやって、そのアルゴリズムとか、ツールというのを開発しているわけです。こういったことをしているわけなんですけども、なかなかそう簡単にいくわけではなく、でその揺らぎっていうのはたくさんあるわけなんで、身近な例としてこういうのがありますねってことで書いてあります。で例えばこのアイスオハブレッドヘアとか言うと、人間ならば、赤い毛をした彼女を見ましたみたいな風になるし、アイスオハブウィザーテレスコープといえば、双眼鏡とか望遠鏡を使って彼女を見たっていう風になるわけですけども、この形だけ見ていくと特にこのここの違い以外にこの違いはないわけなんで、ここレッドヘアがここにかかるのか、テレスコープ、ウィズテレスコープがこっちにかかるかっていうのは、人間の中のいろんな知識が使われているわけなんで、単純にもしも計算機がそういったところまで分からなくて、文法的に正しく見るっていうところだけだとすると、この2つの違いをうまく訳すことはできないわけですね。あとこういうのも、例えばこう、アイソファーオン TV といえばテレビにこう彼女が出てるとなるけども、 A がつくだけで、こっちの家になってしまうわけなんで、そういうのは結構こう計算機をどこまでそういうのをうまく分かりやすく、すごい知的に動かすかっていうのはすぐに簡単にできるようなことではないと思います。で日本語の場合もこんな感じであって、こっちは関西圏だから駆動というんですか、よく分かんないんですけど、本当はマックっていうかこっちもマックなんですけど、マックで食べだったらこっちになるかもしれないし、論文書いてあったらこっちのマッキントッシュだと思うんですけど、マックを買ったって言った場合は微妙になるかなと思うんですけど、で、株が良くなってからマックの株を買ったのかもしれないし、その辺その前後の関係とかコンテキスト依存になってきて、そこまでなってくると、機械がどこまでそれをちゃんと見るかっていうところを、コンピューターの計算の、命令セットという形で与えるっていうのは、至難の技になってくる。でそれをこの生命科学の分野でも同じようになっていて、で例えばこの生物種、さっき BCL2 っていうのがあったんですけど、 BCL2 っていうのもいろんな生物種について BCL2 と言ってるので、どの目的としているセンテンスが、どの生物種の BCL2 かっていうのもちゃんとこう前後を見ながらとか他の情報を使いながら、割り当てていかなくてはいけないわけです。あとファミリー名とかあった場合は、ダスとかあった場合に具体的にそのセンテンスを指しているダスっていうのはこの、アントレジンの中のどの、ラスの
あれ入るかとか、なかなかそう難しいことがたくさん出てきてしまうんです。それはもう目的によって違っていて、もう利用する人がどこまでその計算機に、解析してほしいかということにも依存してしまうので、まあ、なかなかその目的をしっかりして、それを目的に合わせてどこまでそれを処理するかということもあらかじめ決めておかなくてはいけないということもあります。まあ、こういうふうにいろいろとあると。で、省略系とかもあって、こういうふうによく文章が書いてありますが、これは人間を見ればすぐ分かりますけども、計算機はちゃんと教えてやらないと、これをデルタ、イプシロン、ゼータというのが PK サイズコードのエラーであるとか、イプシロンであるということは、そのままでは分からない。ちゃんとそれはそれに対して手当てをしなくてはいけない。こんなふうに書いてあるのもありますけど、これを、タンパク質として認識すべきか、知すべきじゃないかとか、まあ、いろいろ考えなくてはいけません。で、その中でもその、類義語の問題はここにあって、類義語、アントレジンっていうその、遺伝子のデータベースが MCBI から提供されていますけども、そこで、一つの例として、タブ3とかナップ1とか言われているものがありますが、これを、検索かけると、オフィシャルシンボルはこんな感じになっていて、で、オフィシャルフルネームというのはこんな新しいものになっています。で、それが実際の文献の中でどの程度使われているかというのを見てみると、まあ、このマップ 3K の 7IP3 っていうのは、まあ、1件だけありました。で、これは当然と言っていいと思うのないんですね。で、あとここに、also known as ということで、これが類義語になるわけで、そうすると、まあ、こんな感じにヒットするわけです。そういうわけで、ちゃんとこれが文献の中にどうやって書かれるかっていうのを見つけ出すためには、まあ、こういうものもちゃんと知らなくてはいけないというわけで、いろいろと手当てが必要ですということです。で、そういった固有名を抽出するアプローチというのはたくさんあって、まあ、表面上の形、まあ、大文字が3つ続いて次に数字が来るとか、そういうようなパターンを作って当てていくとか、あと今のアントレジンみたいな、データベースの中に書いてあるエントリーをたくさん持ってきて、で、それにヒットさせながら、実際の遺伝子名を選定する中から見つけ出していくという方法もありますし、こういう前後の単語にどういうものがあるかを見ながら決めていくっていう方法もあります。というのは、例えば、なんとかジーンって書いてあれば、そのジーンっていう単語の前の単語は遺伝子を指していることが多いからですね。あとはさらに、こう、かかり受けとかいう形で、何々 is expressed とか、レギュレートとか書いてあれば、その、主語に当たる部分が遺伝子名だったり、タンパク質だったりすることが、まあ、多いかもしれないというような、そういう当たりをつけながら、まあ、他のいろんな情報を使って、見つけていく必要があります。で、手法としては、まあ、それルールを人間が与えるものと、実際の文書に書かれている内容と、それの答えっていうのをセットを与えて、で、計算機にその間の、ルール、規則みたいなものを自動的に見つけ出すみたいな方法もあります。こういうことをいろいろやっていますよということで、最近 の, その、まあ、このいった研究っていうのはもう10年ぐらい行われてまして、で、一番、まあ、計算機によって分かりやすいと言われている、まあ、イーストとかそういう生物種においては、まあ、95% ぐらい の, 精度でちゃんと選定から見つけ出すことができるようになっています。次にテキストマイニングの説明をします。で、まあ、テキストマイニングの定義というのがありまして、ここに書いてある通り、計算機によるさまざまな文章からの自動的な位置情報の発見ということで、先ほどの一つさんがデータマイニングで言ったことと基本的に同じで、それがテキストに対して、まあ、適用されているものと考えていただいて結構です。まあ、というのも、人間がちょっと見ただけでは分からないけども、計算機の圧倒的なこう計算スピードとかデータの処理量を使って見つけ出しましょうということです。で、まあ、情報抽出と似てるっていうと思う時もあるかもしれないですけど、まあ、情報抽出っていうのは、まあ、既に分かっているものをちゃんと見つけ出すっていう技術で、で、まあ、テキストマイニングはその分かったものと分かったものとかをたくさん見ていくと、実は人間が気づかなかった、関係があったよっていうことを見つけ出すことです。なんで、まあ、テキストが対象なんで自然言語の処理技術を対応します。で、それを使った一つの例というのをここでお示しします。これは酵母タンパク間の相互作用ネットワークっていうものがこんな風に出てきましたという例で、これはまずこのちょっと見にくくてすみませんけど、この白い線っていうのはただ単に一つのセンテンスに二つの、遺伝子名が表記してるっていう関係だけを見たものです。で、さらに、その
センテンスのちゃんと主語、述語とか、目的語みたいなところまで解析した結果、その動詞にレギュレートとか書いてあれば制御するとか、この辺に色をつけて、見つけ出した部分をここに書いてあります。っていうことをするとこんな風に書けましたよ。で、その中から例えばそのテキストマイニング、ここまではまあ情報抽出なんですけど、その次にテキストマイニングとして何をしているかっていうと、まあ、ここの関係を見てみるとこういうふうになっています。で、これは一つのセンテンスで、こっちは一つのセンテンスなので、まあ、これを見てこういう関係もあるんじゃないかっていうふうに、まあ、仮説を作ることができるわけです。で、同じようにこっちを見ても、まあ、ここまでは情報抽出ですけども、ここからさらにこういった関係っていうのを仮説として出すことで、まあ、それをテキストマイニングというふうに呼ぶことができます。で、これ実際そのこういう出てきたものを人が見て評価した結果というのがありまして、で、そうすると、まあ、メドランの表記していないペアを64抽出して、人手によって文献を調査して相手を評価したら 90% が正しかったということです。で、まあ、その考察はこんな感じになってまして、まあ、90% 正しいといっても、まあ、すでに知られた関係もたくさんあったと。なので、まあ、それはたまたまメドラインのアブストラクトに書いてなかっただけで、まあ、本文に書いてあったとか、ただ単に、あまりにも明白なので、そういう論文とメドラインみたいなところで、書かれるような事実ではなかっただけかもしれないということで、もうちょっとその 90% がどれぐらい、すごいことなのかっていうのは調査しなくてはいけませんねということです。で、さらにそういうこういったことが起きるので、文献からそういう情報抽出を使ってテキストマイニングするってことは一つの有効性はあると思うんですけども、その他にも、いろんな情報を使いながら、さらにその仮説生成をしたいときには、絞り込みを行うことがいいんじゃないですかということで、そのためにも、まあ、アノテートで記録されたデータベースみたいなものがとても大切になってきますという話です。で、まあ、そういう単純に文献から機械を使って出した結果というのと、すでに人間がいろいろ見ながら作られているデータベースの結果みたいなものを合わせて、テキストマイニングの下にあった統合というものを使いながら、より、ライフサイエンス関係の研究者が、効率的な研究を進めていくことができればいいですねという話になっています。で、まあ、まとめなんですけども、まあ、他にもテキスト関連で、この分野で研究されている内容としては、質問応答とか要約とか図を対象とした情報抽出があります。で、質問応答というのは何をすることかというと、普通に、今まではパブメドにはキーワードしか言えませんでしたけれども、キーワードだけではなくて、実際に、クエスチョンを自然言語で入れて、それに対応する結果、答えを計算機が返すというシステムです。で、これは、まあ、普通の、一般的な分野ではGoo とかでもやられていると思うんですけども、あと Google も確か出していましたけども、普通に、What is the food? The President of the United States とか、そういうような一般的な知識に対するシステムというのができてきているんですけども、ライフサイエンスの分野ではメディカルはあるけれども、いわゆるバイオロジーの世界ではまだよくできていないので、こういったものについてもう少し、できれば良いではないかというふうに考える人たちが研究を進めています。要約っていうのは俯瞰に近いんですけども、まあ、あれはただ単にこうテキストがバッと、キーワードの大きさとかいろんな、視覚化の技術で出てきますけども、それとは違って、例えば本文からアブストラクトを自動的に作るとか、そういうような技術をここでは指しています。で、あと図を対象とした情報抽出っていうのは、先ほど簡単に紹介したのは図を検索するシステムだったんですけども、検索するだけではなくて、図の中を見て、実際にその図に書いてあることがどんな、事実なのかということを機械を使って抽出する、そういうような情報抽出の技術について研究が進められています。で、こういった分野のテキスト処理っていうのは、まあ、そういう文献の数がどんどん増えたりしていますし、データベースもどんどん、いわゆるデートする対象となっているデータっていうのが増えてますから、これからも重要性とかは増えていくと思うんですね。で、さらに世界的に見ると研究者の数も増えているし、発表される論文も増えているんですけれども、私の、まあ、個人的な印象としては、あまり日本では研究をしている人が多くないような感じがあるので、まあ、もう少し皆さんも、興味を持っていただいて、ぜひともこの分野で活躍してほしいなと思っています。
ので、ちょっとこういうところに興味があると思えば、私のメールマガですのでご連絡いただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。